オーストラリアから根本がお届けいたします。本日は香港よりビクトリアピーク山頂の新スポットのご紹介、バンコクからはコロナ後のタイ旅行時のタクシー利用に関する注意喚起をお伝えします。シンガポールからは日本でも話題となったスイーツの自動販売機のご紹介です。インドネシアよりクタビーチの新しいマーケットのご紹介します。オーストラリアからはここサーファーズパラダイスの中心に位置するパラダイスセンターのリニューアルオープン後の姿をお届けいたします。それではご覧ください。香港の小倉です。今私はビクトリアピークの山頂に来ています。こちらになります。新型トラムを運行され活気を見せているビクトリアピークですが、100万ドルの夜景以外にも新しい観光スポットができていますので、今日はそのご紹介をさせていただきます。ピークタワーの2階に新しくできたのはアミュージングモーメントセルフィースタジオです。こちらは香港の特徴的な背景をはじめ、さまざまなセットをバックにセルフィー撮影ができるスタジオで、香港のインスタグラマーから人気のスポットとなっています。香港のネオンサインや昔ながらの大衆食堂のチャーチャン亭など精密に作られたセットとプロレベルのライティングにより完成度の高い撮影が可能となります。日本からのお客様でも昔の香港をご存知の方はもちろん、そうでない方でもきっとご満足いただける観光スポットとなります。入場料は大人298ドルですが、ウェブ上での購入は割引もあるようです。新型ピークトラムの運行を皮切りに、山頂上は観光施設やレストランなどどんどん更新され、新しい発見がいっぱいです。ぜひ次回お越しの際には少し時間に余裕を持って足を運んでいただければと思います。バンコクのマノです。バンコク都内では最近メーターを使わないタクシードライバーが増え、海外からの旅行を中心にトラブルになるケースが頻発しております。コロナ以前は主に観光客が時間帯によってメーターを利用せずに高額な料金を請求したり、乗車拒否を行う悪質なタクシードライバーが目指しましたが、コロナ禍の2年間は観光客の減少に伴いほぼメーター利用が徹底されました。しかしながら最近は海外からの旅行者の増加に伴い、コロナ前同様にドライバーによる悪質な行為が散見され始めました。ツーリストポリスはこのようなタクシードライバーに遭遇した場合には、助手席の前にあるタクシードライバーの登録番号の写真を撮って通報してほしいとの旨を発表しています。バンコクでのタクシー乗用の時には必ずドライバーとメーターを利用するかどうか確認をお勧めしております。以上、バンコクからお届けしました。もっと身近に、もっと遠くへ、日本と海外を結ぶパートナーは現地にいる。あなたの挑戦もサポートする J-FORCE。シンガポールの岡本です。日本で話題になったスイーツを販売する自動販売機が9月16日にシンガポールに上陸し注目を浴びていますのでご紹介します。サンテックシティに誕生したこの自動販売機には7種類のケーキが8ドル80セントから11ドル80セントの価格帯で販売されています。このような自動販売機は年末までにはシンガポール全土に広げる予定と担当者は語っています。日本スイーツはどの商品もしっかりとした甘さがあり、見た目もいいことからシンガポールでは日本スイーツ人気が年々高まっています。シャトレーズは38店舗にまで拡大し、またミスタードーナツは7月に1ヶ月間の期間限定でシンガポール初上陸を果たし、毎日30分から1時間で売り切れるという大盛況ぶりでした。シンガポール人はこのような日本スイーツを味わいながら訪日旅行感染再開を待ちわびているようです。インドネシアからは岡本がお届けいたします。今回ご紹介するのはクタビーチに新しくできたマーケットをご紹介したいと思います。クタビーチは言わずと知れたバリ島の知名度ナンバーワンビーチ。世界中からの観光客やサーファーがこのクタビーチを求めてやってきます。
長らくコロナの影響で静まり返ってきた久田地区ですが、地元の人が経営する多くのお店やレストランの休業や廃業が続いてきました。今では外国人観光客が徐々に戻ってきており、それに付随してたくさんのお店も営業を再開しだし、バリ島の本来の活気を取り戻してきています。新たなスポットとしてオープンしましたクタアートマーケットもその一つです。もともとはクタスクエアの一角にあったクタのアイコンの一つとしても数えられたアートマーケット、バリ島の伝統的なお土産物の数が豊富に取り揃えられており、バリ島の活気に欠かせないマーケットでした。こういった地元の人たちが営むお店が復活したことは、今後のバリ島の人々にとって大きな意味をなすと見られています。以上、バリ島からはクタビーチにできた新しいスポット、クタアートマーケットをご紹介しました。オーストラリアの根本です。ここゴールドコーストの中心に位置するパラダイスセンターが数年の改装工事を終え、今月上旬リニューアルオープンいたしました。サーファーズパラダイスの真ん中に位置するパラダイスセンターは、以前はセントロサーファーズパラダイスとして知られていたショッピングセンターです。アパレルショップやレストラン、お土産屋さんなど多くの店舗が入っていますが、コロナ禍に一部改装工事を行い、今年9月9日リニューアルオープンいたしました。改装後はビーチに面したレストランが数多くオープンし、すでにローカルの方々でにぎわっております。シドニーで人気のジェラート屋さんメッシーナや回転寿司、今オーストラリアで流行っているメキシカン料理のお店など、ゴールドコーストらしい景色を見ながらお食事を楽しみいただくことができます。また2階にはこれまでと変わらず、オーストラリア最大のゲームセンターかつ世界最大のタイムゾーンやボーリング場があります。ご家族連れ、学生、カップルなど年齢問わずお楽しみいただけるパラダイスセンターのリニューアルオープンのご紹介でした。以上、オーストラリアからお届けしました。